なになに？てか、あと2匹足りてないんだけど。グラシャか。よくここまで来た。褒めてやるもじゃ。わしはドンもじゃある。しっぽ団の頭領だもじゃ。まさかスライム1匹にここまで手こずるとは思わなかったもじゃ。そのお礼を今からたっぷりとしてやるもじゃ。お、タバコ、はまき。思う存分楽しんでいってくれたまえ、もじゃ。おー、なに？あ、ガンマン来た、ガンマン来た。おーい！一斉射撃じゃないですか。なんだ、なんだ。ワイルドセブン、違うな。あ、でも普通に殴れる。これで、一斉射撃をかいくぐる。一斉射撃という名のただのウェーブ状攻撃だもんで。で、今、殴るじゃん。もう一回ジャンプします。なんかこれあれだな、多分前哨戦の香りがプンプンするな。スラストライクタチャージして、ドゥーンします。またウェーブの時間です。はい、ジャンプ。はい、ジャンプ。はい、チャージ。スーパースラストライク。なんて素早いやつもじゃ。これでは負けてしまうもじゃ。そう、そうもじゃ。操作してるやつの見てる画面をはが、なに？暗いもじゃ。これで見にくくなるもじゃ。ちょ、待って待って。おー、ちょっと待って。お、まさかプレイヤーに攻撃してくるとは思わなかった。あ、なんだよ、そう、終わりかよ。早いな。あー、ちょっと面白かった、今の。まさか画面壊してくるとはね。俺の使ってるこの、ダイヤモンドクライスター RDT232WM の2の画面を破壊してくるとか、お前なかなかやりよるわ。よいしょ。おお、また壊された。デューン。あ、なんかいい感じに殴れたな。よし、ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。はい、チャージ。ドゥーン。いいね、いいね。ち、ガン首揃えてスライム1匹もやっつけられんとは情けないやつらどもじゃ。わしが手本を見せてやるもじゃ。なんだ、逃げるのか。おお、逃げた。おお、なんだ、なんだ。これがわしの秘密兵器、ラブリーモモちゃんゴーもじゃ。開発費、一十百千万十万百万千万ん一十百千万十万百万千万億1億ゴールドの力を思い知るがいいもじゃ。このメカにスラストライクは効かんし、投げつけるものも何もないもじゃ。これでわしの勝ちだもじゃ。グラシャ、覚悟するもじゃ。待てよ、それはちょっと俺詰んだんじゃねえか。そうはいくか。おお、ここでドラゴンクエストマーチ来ますか。何、遠慮いらない。俺たちだって戦えるんだ。さあ、グラシャ、やってくれ。最後の大作戦開始だ。待って、熱い熱い。貴様らが何匹来ようと、この桃ちゃん号にはかなわんもじゃ。一匹残らず叩きのめすもじゃ。待て。おー、お前ら大丈夫か。ちょっと待て。俺がちゃんと相手にぶつけてやるからな。この島のスライムを舐めるなっす。どんもじゃある、覚悟っす。まさかな。ほら。ささ、覚悟するさ、さささってやっつけるさ。いけ、これ、あ、間違えた。間違えた。パパにやっちゃった。あー、やべ、何気に体力やばい、何気に体力やばい。待って、次の、あー、待って、あれはちゃんと、ま、バナナの、待って、ちょっとバナナの皮にちょっと動揺した。ちゃんとあれ、これきっちり、あー、なかったことにしよう。見なかったことにしよう。見られなかったことにしよう。あー、おった。浮いている敵は攻撃しません。でも爆弾は別です。ゾーン。よしと、これ帰り道ありませんかね。帰り道ありましたね。わわわ、待って、ふわふわに、ふわ、あー、ちょ、待って、ふわふわにスライム残すとすごく面倒なんだぜ。知ってたかい。あー、お前ら、待って、これで、こいつ帰ってもらって。
って、よし、これでいいはずだ。心置きなくボスに行ける。こっから。最後の大作戦開始だ。負けんよ。負けるわけにはいかないんだよ。だい。あれうまく避けれんな。もうあれ真ん中行くとかちょっと諦めて、横に避けようちゃんと。ちょ待って待って、お前らそんなに怒るな。天罰を食らいなさい。あなたに神の怒りが落ちますように。おお。わあわあわあ。バナナの皮、バナナの皮、わあ、なんだ、ジャンプで避ける、ジャンプで避ける、ジャンプで避けれることが分かったから、俺にか、怖い、痛い。パパぶつけるぞ、パパアタック。子供たちに、曲がりに無理はさせんぞ、私の攻撃を食らいたまえ、ジャックスボンバー。あいつらみんな、一発ぶつけられたら、帰ってくんだろ、ママ。もう怒ってるんだから私の娘を返しなさい。そうだね、まだ助けてないね、そういう。危ない。よしよし、3匹来た。これで行け、トリプルアタック。この島のスライムを舐めるなっす。さあカッコするっさ、すっ飛び忍法スラマルの術、みんなの怒りを食らうでござる。よし行くぞ、食らえ。あ、外した、ごめんなさい。ババア、おお、滑った滑った。待て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 よ、あの弾の弾道がわからんので遠いと。オババストラッシュ、お年寄りは大切にするもんじゃ。いいぞババ。お、じいさん。おお、すっ飛び忍法アロオブトミー。マロだって怒ってるでおじゃる。じいさんくらえ、お主の悪事も心持ちじゃ。控え、控えよろー。じゃあ待て待て、後ろにさ、こいつ忘れてるんだよ。すっ飛び忍法スラカゲブラスター、お主もこれで終わりでござるぞ。よし、待て待て、あ、ミーホン、行くぞミーホン、熱いかわいい、これで終わりだぜドンモジャール。うおー意外とあっさりだね。あら、かわいい。おのれ、よくもわしの大切なももちゃんこを。もじゃ、許さんもじゃ、グラシャー。こうにゃら最後の奥の手だもじゃ。お、それは、変化の杖で巨大ももんじゃになってやるのだもじゃ。おお、おお、おお、でかい。でかいけど、お前頭ぶってねえか、それ。いだだだ、巨大化しすぎて天井に頭ぶつけたもじゃ。タンコブができてるもじゃ。触るだけでものすごく痛いもじゃ。ああ、もうこの部屋が狭すぎるせいだもじゃ。うん、おう、グラシャー、俺たちはさっきの戦いで限界みたいだ。いいところはいつもグラシャーに持っていかれちまうけど、あいつだけは許せないんだ。グラシャー、奴を倒してくれ。悔しいけどさ、このミーホン様を差し置いて、町の勇者はなんて言ったってお前なんだからな。おーし。でかい。もうじゃあ、これで最後の決戦もじゃあ。わしに逆らう者は全部やっつけてやるもじゃあ。タンコブパネ、タンコブ。タンコブがパネっす、彼。おー、そんな乱れ打つなって、乱れ打つなって。あ、痛い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 。待て待て、死んだ場合どっからなのかわからんからさ。わー、痛え。待って。投げてくるじゃん。おー。あー、いかん。待って、きつくね。あー、いかん。もうちょい動き見よう。これ多分、クロウ。爪が来る。
あの宝箱を生かした、あ、なんだなんだ、これは普通に直接持っていいんだ。わお、つえーなー。さてどっからなんだろう。最初からかな。最初ですか、きついね。いやでも1回戦はだいぶもう動き分かったからいけるいける。ここでえ、ジャンプじゃん、ジャンプじゃん、ジャンプじゃん。でもこの辺で待機して、あ、もう一回いきます。ジャンプ、もう今のうちに位置取りとかちゃんとしておきたい。ドゥーンドゥーン、なんて素早いやつも。じゃあ俺の画面が持ってかれるじゃん。で、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、でもっかいな。よし、ノーダメノーダメノーダメできたよ。で、ももちゃん2号、ももちゃん号来るじゃん。1億ゴールドの。はい、ドラゴンクエストマーチ来ます。これは、ちょっと避けることに専念する。避けながら確実に当てていく。に当てていってパパを投げる。ちゃんと頂点に置いて神父につける。何気にこのバナナの皮がちょっと厄介で、敵の攻撃でスライムたちが跳ねるから、そこをうまく使って打ち上げる。あと痛い、チクショーもらっちまった。危ねえ危ねえ。よし、ババ、違う、じいさんババ。危ねえ、ちゃんと真ん中に行ってよける。でトミー、さあ来い、ミホン、しっかりキャッチ食らえ。よし、これで第2回戦終わり。よし、こっからだ、こっからだぞ。こっから若干茶番を見て、変化の杖で大きくなるじゃん。はい、よし、限界みたいさ。いいぜ、いいところはしっかり持ってってやるよ。よし、ドンモジャール第3回戦やっつけてるモジャース。タンコブがね、かわいい。で、ここは何気に痛い、ちゃんと避けて、ちゃんと避ける。で、爪が来る、爪が来るから、今多分、おー、あ、遠くね、殴るタイミングがいまいちわかんねえな。あのタンコブが弱点ってのはわかるんだけど、いつそれに行っていいのかがわからんな。あれ、今普通に入ったぞ、攻撃入ったよな今。あのタンコブ大ダメージだけど、別に他のところでもいいってわけか。おー、空き缶、さっき俺を足刺した。おお、どういう軌道、
おお、ちょっと待って、びっくりする、びっくりする、避けにくいっつうか、おいびっくりする、もういい来いよ、ああそうか、一回もらっちゃうともう海にボーンなんだ、わあ厳しいね、いてもうちゃん銃弾ちゃんと避けよう、チキション桃これしか持てなかった、あ攻撃、あ今か、あ分かったこれで勝てるわ、空き缶タイムじゃん、一番動きの分かえ見づらい空き缶タイム、おおこおいちょおおで、ここで攻撃避けてスラストライク投げる、うわこれは痛いで、あダメか、よし、もうこれで戦い方分かった、あとはちゃんと攻撃をしっかり避けるだけだ、おいちょっと爪を避けるスラストライク投げる、もう一回ジャンプスラストライク投げる、もう一回いこうかな、もうバレーボールを持ったまんまクリアしよう、あーバレーボール、くそ言った、痛い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 、待ってもう痛い、ちょっと待って、あの空き缶の動き厄介だな、空き缶終了、投げるもの持ってない、だからスラストライクだけだ、届かないんだよな、ちょっと待って待って、お渡し機だ、やーぶねえ、おお何、しっかり持った、しっかりキャッチ、バレーボール返ってきた、バレーボールジャンプ投げる、あと一回だ、はい、バレーボール食らえ、バレーボールの痛みを食らえ、うわまだあるか、いやでもあと一回できる、よし一番避けやすいの来た、これはありがたい、危ねえ逃げる、危ねえ、よし来たジャンプして避けろ、スラストライク柿の立場は勝ったかな、おーどうもじゃある、もじゃー、はいどうもじゃある、ログアウトですかね、バーン、あー海へ、あ助けたんだ、助けたのかな、それとも自分から助かったんかな、エクション、なんてこったもじゃ、スライム一匹のためにこのざまとは、エクシュン、おう、あ妹やっと出れた、閉じ込めるなんておじさんひどいよ、お兄ちゃん勝ったんだよね、すごいグラシャやったじゃねえか、すげえ戦いだったぜ、いい加減に観念しな、おっさん、お前の野望もここまでだぜ、うん、貴様らなどに何がわかる、わしの大いなる計画は脳みそプニプニのリスライムには到底理解できんもじゃ、なんだとこの野郎、じゃあその計画とやらを言ってみろ、それは言えないもじゃ、大いなる秘密なのだのじゃ、でもうそれもグラシャに邪魔されてもはやかなわぬ夢だもじゃ、スライムの尻尾は一体どこにあるの、え、お前らスライムの尻尾が何なのか分かってんの、バカにすんなもじゃ、それぐらい知ってるもじゃ、キラキラ光る大きな宝石で尻尾の生えたスライムの形をしているもじゃ、わしらも必死で調べたもじゃ、やはり勘違いをしておったようじゃの、スライムの尻尾とはこの場所そのもののことなのじゃ、何言ってるもじゃ、なんでこんな遺跡がスライムの尻尾だもじゃ、この島を遠くから見たことはないかの、この島はちょうどスライムな形をしておっての、ちょうどこの場所が尻尾に見えるからそう呼ばれたのじ
そすなキラキラの宝石じゃないもじゃが。話が違うもじゃ。大きすぎるもじゃ。こんな大きいものどうやってプレゼントすればいいもじゃ。プレゼント？あら、ああもうこんな時間でもじゃ、ももちゃんニュースが始まるもじゃ。お前たち話は後だもじゃ、今はテレビの時間だもじゃ。おお、あれ悪魔の鏡。ああ、ももちゃん可愛いもじゃ、もう反則的可愛さだもじゃ。 おいおっさん、ダメだ、聞いちゃいねえ。ももちゃん、今夢中なのはスライムの尻尾だとか？いえ、あれはもういいんです。今どっちかっていうと、デスピサロのヒゲが欲しいな。誰かプレゼントしてくれないかな。デスピサロ？ボス、大変ですもじゃ。グラシャが侵入しましたもじゃ。わ、もうこんなところまで。ボスどうしますかもじゃ。おい、ももちゃんニュースまだ終わってねえぞ。お前たち旅の支度をするもじゃ。え？しっぽ団のためにデスピサロのヒゲを取りに行くもじゃ。また無茶難題だな。デスピサロってちょボス待ってくださいもじゃ。大いなる計画ってひょっとしてプレゼントのことかよ。どうやらそのようじゃな、人騒がせのやつらじゃ。さて、わしは町に帰るとしよう。また後で会おう、グラシャ。でもお腹空いちゃったよ。私たちも早く町に帰ろうよ。また骨付き肉か。いい加減太るぞ。なあ、グラシャ。そうだな、モリモリベスみたいになっちゃうかもな。うるさい、二人とも許さないから。逃げろ逃げろ、スライミが怒るぞ。尻尾団より怖いぞ。あはははバイバイ。こら、待ちなさい。あ、追っかけっこえんのかね。こうしてグラシャとしっぽ団の戦いは幕を閉じました。しっぽ団の大いなる計画はグラシャによって打ち砕かれました。グラシャはスーランの町を救い、町の勇者となったのです。あ、スタッフロール入りました。いやー、終わりました。いやー、終わったね。いや、まだスライム一匹足りなくないかな。待った待った、エンディングはちょっと待った。悪いけどゲームはまだ終わってないんだ。まだ助かっていない仲間が一匹いるんだから。エンディングを見るのはみんなを助け出してからだ。やれるのはお前だけだ。頑張ってくれよ、グラシャ。マジっすか、助けなきゃダメっすかね。でも全エリア助けたよな。ってことはなんだ、まだ隠しエリアがあるってことかな。よし、じゃあその隠しエリア見に行くか。でもないの。あれ、よく見るもじゃ、絶対間違いないもじゃ。ギガ、本当なんですか。怖がらせないんでほしいんです。ギガが見えてしまったんです。あれは間違いなく見下ろしたるなんです。なんだよそれ。グラシャ、いたんですか。今の聞こえてたんですか。グラシャ、西の空を見てみるもじゃ。何？お、ステージ増えた。空に浮かぶ島が見えたもじゃね。あれは見下ろしたる。見下ろしたる、尻尾団最強と言われる赤尻尾の鳥でもじゃ。おう、奴らがここにやってきたらどうしたらいいんですか。行くんですか。無茶なんです。やめた方がいいんです。止めても無駄みたいもんじゃね。わしらもグラシャを信じるもんじゃ。赤尻尾に頭をつつかれないように気をつけるんです。ほら、いじめられてタンコブだらけになったことがあるんです。ひょっとするとあそこにも誰か捕まっているスライムがいるかもしれんもんじゃ。グラシャ、健闘を祈ってるんです。おう、なんか行く流れになっちまったじゃねえか。見下ろしたる。おい、いきなりボスの音楽じゃねえか。いいのかそれ。キメラ。